しは方資源、無理はしないで頑張るよ。久しぶりに外に出てみたけど、相変わらずきな臭い世の中だね。諸葛亮との約束がなかったら、すぐにでも引っ込みたい気分だよ。まあ、昔なじみだから応じたものの、諸葛亮の話も十分きな臭いんだがね。ほうとう。あざなは資源。慶州の名士芝木のもとで諸葛亮らと共に学んだ男である。宝数と称される才を持ちながら長くだが旧友諸葛亮。ここで愚痴を言ってもしょうがない。お前さんとこうして話すなんていつ以来かね。それにしてもお前さんが劉備殿に仕えるとは思わなかったよ。なんだってそんな気になったんだい。今まで誰にも仕えようとしなかったお前さんが。劉備殿はただ民のために乱世に立たれました。誰もが野心を振りかざす中、それは稀有なことです。その志、そして私を訪ねてくださった熱意にお応えしたいと思ったのです。へえ、どうですか、ほう。私たち、やっぱりそういう話かい。なんとなく、まあ、ありがとう。我を、やはりや、そうそう。諸君、我らは曹操軍に対し家計を用いる。だがただ火を放つだけでは策はならない。この家計には念入りな準備が必要。策の準備は多岐にわたる。一人で全てやる必要はない。皆で手分けして準備に当たってもらい、一人につき二つほど担当してくれれば十分だ。では。曹操との決戦はそこまで迫っている。準備は抜かりないか今一度確認しなくては。
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いらっしゃい。毎度どうも。ご入り用で。またお待ちしてます。今後ともご贔屓に。決戦に。例の話は聞いています。さあ行きますよ。うまくいくといいのですが。
この辺りでいいでしょうか。今だ、みんな一気に攻め込め。敵襲だ。ありったけの矢を追いかけよう。これぐらいで十分ですかね。曹操軍の皆様、矢をどうもありがとう。しまった、敵の計りごとであったか。十分な矢が揃う。まあこんなもんかね。さすがです。その調子でお願いしますよ。敵の私の居場所はないのかの。ああ、おいたわしや郊外との、曹操殿なら、そんな真似は決して。敵手を討ち取ったよ。おお、よくやってくれた。ま、こんなもんかね。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。彩花はこちらの策に乗ったようです。郊外殿が例の準備を始めました。
手紙を受け取れと。こんなにいただき、おお。まあこんなもんかね。さすがです。その調子でお願いしますよ。よっ。準備。まあこんなもんかね。いい戦ぶりよ。敵がハゼ飛ぶようじゃ。さて、足の仕事も進めないとね。この酒を敵陣に届けに行こうか。例のもの。
まあこんなもんかね。さすがです。その調子でお願いしますよ。決戦の準備万。こんな短期間に義法国例の敵はよし。そうか、やれやれ、ずいぶん。曹操の戦だ。この決戦、敵を誘い炎で一掃する。火を見て曹操を挑発する船を出さん。先に行った仲間も頑張ってるみたいですぜ。俺たちも行きましょうよ。川に沿って弓兵が配置されてる。これで敵もそう簡単には渡ってこれないな。これも10万本の矢が準備できたおかげか。さあ俺たちも頑張ろう。西郷様と長院様が処刑されたって話だ。なんでも敵に内通していたのがバレたらしい。おいおい、お二人なしで戦うってのか。水上戦を指揮できる方なんて何人いないぞ。こいつが奥の手だよ。失敗はできんな。頭が痛くて戦えない。今までこんなに悪酔いしたことないのに。しかし、太田先生にもらった酒はうまかったな。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。取り取らせんよ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。この戦、お前が出るまでもなかろう。私が敵を蹴散らす様を見ているがいい。ワン君こそどうぞご覧ください。私が戦場の花として咲き誇る姿を。美しき花は散り際も心得ているの。どいとらせんよ。倒れるだけには参りませんわ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。田舎武者どもに遅れを取るとはくだらんあがきがどこまで続くか見ものだな。おお、危ないよ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。なんとか勝てたね。ありがたい話だ。さすがです。その調子でお願いしますよ。敵の足場を崩し戦意を損。
宗師様、神父様が敗走されました。何？そりゃまずいな。よし、俺が代わりに敵陣を突破してやる。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。怪しい動きをしてる連中がいるね。ここらで叩いておかないと面倒になりそうだ。そろそろ我らの気候に気づくでしょう。風が吹くまで。やれやれ、随分妙なことをやってるね。これは潰しておいた方が良さそうだ。この祈祷に我らの勝敗がかかっています。あなた方に邪魔されている。ここまで抵抗されちゃかなわんな。あんたらの企み暴きたかったんだろうね。なんとか勝てたね。ありがたい話だ。さすがです。その調子でお願いしますよ。負けるのか？なぜだ？何が悪かった？なんとか勝てたね。ありがたい話だ。俺より目立つな。つい本音がな。よくやってると思うぞ。Yeah.
報告によると、こんなところまで攻め込んでくると、俺を倒してもそちらの利には何。ここはこんなもんかね。資源が本気を出したら俺はかなわないよ。兵が船酔いしている最中に敵とは、これは厳しい。いや、敵襲だ。ダメだ、気持ち悪くて動けねえ。いや、こうしておけば兵たちも私のように息が絶え絶えに。いや、敵を打ち取ったよ。そなたの働き、軍中随一よ。まあ、こんなもんかね。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。頭が痛くて戦えない。今までこんなに悪酔いしたことないのに。水星になるに我が兵では船酔いは免れぬか。何か対策を講じねばならぬな。
敵の狙いはこの地と見た。者ども、守備を固めよう。されるのですか。しかし船に積んであるのは油と枯れ草。これはどういうことでしょうな。なるほど。孫悟文化に さすがです。その調子でお願いしますよ。最中に試作に受ける。是非もない。私が同行し警護に当たる。ここで何をしていらっしゃるのですか。そいつの不思議なものを発見した。私が迅速に排除する。しまったかい。そいと手荒れだが、おとなしくしてもらうよ。戦の音で歌がかき消されてしまいました。
余が平穏を取り戻したら、いずれまた敵を打ち取ったよ。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。さんはいなくなったね。さて、さっさと進んじまおうか。ここまで来ればもういいだろうさ。敵さんに船をつなぐよ。触れて回れよ。まあこんなもんかね。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。敵を押し潰し勝負を決する。全軍、奴らの本陣へ向け出撃せよ。みんな
いいことを聞いたぞ。船をつなげばもう酔わないらしい。あなたのおかげで助かりました。サナ、どんどん飲んでくれ。この地は何としても死守せよ。撃ち取ったよ。
すがです。その調子でお願いしますよ。引かねばならんか。だが我が波動はまだ続いたわけではない。よくやった。素晴らしい働きだ。上がっか。今さら奮戦したところで何も変わりはせぬぞ。その慢心が貴様の範囲となるのだ。周囲、郊外、今こそ炎をたけらせよ。敵の第一波は防いだ。よし、全軍で攻勢に出るぞ。今こそ曹操の首を取る好機。奴が曹仁のもとへ逃げ込む前に討ち取るのだ。曹操が味方と合流する前に討ち果たす。全軍だったら私の馬を使ってくれ。我が馬は俊馬だ。どんな道も難なく進んでくれよ。だったらお言葉に甘えようか。すまないに。礼には及ばぬ。お前が来てくれてから私たちの進むべき道はより明確になったのだ。ほうとう、お前は私の宝珠、諸葛亮の画領と等しく両輪となり、仁の世を導き支えてほしい。やめとくれよ。照れくさいったらありゃしない。じゃあ行ってくるよ、劉備殿。ああ、気をつけてな。宝刀の熱意に動かされ、劉備は益州攻めを決意する。劉備が国を持てば、彼の目指す仁の世も実現しやすくなる。宝刀は早速征途攻略の下準備にかかった。まずは劉備の愛馬適路に乗り、益州偵察に乗り出す。配下のために自らの相場をためらうことなく与える。そんな情け深い主君の志を叶えるために。どこへ行くのです、うん、おや、見つかっちまったかい。進軍経路に気になることがあってね。ちょいと偵察さ。その馬は劉備殿に貸してもらったよ。こいつさえいればすぐに戻ってこられる。
じゃあ行くよ。あの白馬いたぞ、劉備だ。矢を追いかけろ。やっぱりそう来たかい。劉備殿にこの道を通らせてはダメだ。ホウト、お前は私の宝数画寮諸葛亮と等しく料理人となり、陣の世を導き支えてほしい。分かってるよ劉備殿。さあ適路、お前さんに宝数の翼をあげよう。このまま劉備殿のもとに飛ぶとしようか。